特撮、ドラマ、役者さん、好きなものを語るラジオチャンネル、ゆうちゃまの独り言。ドラマ、愛のない恋人たちを語ろう。どうもゆうちゃまです。このドラマは何と言っても、脚本が湯川和彦さんですよ。GTO や、女王の教室、家政婦の御田だったりと、強烈的な作風を繰り広げる方なんですけど、今回は恋愛ものということで、すごい恋愛ものって昔の価値観と変わってきてるなって思うんですよね。結婚だけが幸せじゃないというか、恋人がいるだけが全てじゃないというか、もうそういうのってね、こう結構浸透してきたというか、まあ、実際あると思うんですね。もう一人で生きててもいいじゃんっていうか、この物語に出てくる3人の男たち、それぞれに何かしらの愛がないんですよね。そこがなんかもどかしくて、切なくて、いろんな感情がぐちゃぐちゃになるなって思います。いやーよくできてますよ、本当にお話が。素晴らしいです。さすが、湯川さん脚本。って思うんですけど。もう、やるせないし、もどかしい。こういう、なんでしょう、舞はどこかパズルが噛み合わなくなっていくのがもどかしかったですね。もう少しでお互い結ばれるのに、なんでみたいな、なんでって、それぞれの組み合わせがどこかうまくいかない部分があって、3組の恋愛模様をそれぞれ密かに応援してましたね。どこか、どこでも報われてくれ、どこでもいいから報われてくれって願いましたね。僕的に好きな組み合わせの2人はタモンさんとしおりさんなんですよ。わかりますかね。役者さんで言うと本郷かなたさんとなるみさんのペア。なんかそこまでこう建設的な関係というか、お互い話し合って分かり合える関係なので、すごくいいなって思います。なんかお互いのコンプレックスな部分か、なんだろう、すごいこう、なんだろう、話し合っていく中で揉めたりする原因にもなったんですけど、最終的に話し合って解決できた部分になったので、一番ペアの中で応援してる二人でしたね。よかったです。本郷かなたさんがね、この愛のない役をするっていうのがすごく似合ってましたね。なんか本人的にも、役者さんも私にすごい合ってる役ですみたいな、気持ちがわかりますとか書かれてましたし。まあ話変わっちゃうんですけど、主演の福士蒼汰さん、めちゃくちゃ大人になりましたよね。僕はデビューの仮面ライダーフォーゼの主演から見ていたので、すごい大人の色気がある役を演じているのが感慨深いなって思ってました。なんか脚本家っていう職業もいいですよね。全員がうまく脚本家って食べていけない職業じゃないですか。選ばれた人だけというか、そんなに甘い世界じゃないのかなって思うんですけど、そこにもう必死に夢を追いかける姿は胸熱くなるものがありましたね。ちょっと一クリエイターなので、なんかね、ちょっと共感できました。やっぱりいろんな人に見てもらいたいじゃないですか。わかります、その気持ち。なんかこう一クリエイターとして、僕もなんかまさかずに共感できるところとか、ちょこちょこ作品の目線でありましたね。恋愛面はちょっとあんまり共感できなかったですけどみんなそれぞれの仕事があって、夢があって、その上に恋愛があるのかなと。こう、このドラマを見た人たちに、あ、いろんな愛の形があるんだなって伝わってると嬉しいです。僕も恋愛、個人的に勉強になりました。バイバイ。ゆうちゃまの独り言を最後まで聞いていただき、本当にありがとうございます。よかったら他の動画もぜひぜひ覗いていってくださいね。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。それでは、またね。ゆうちゃまでした。